オカルト部、イエイ。というわけで福岡の北九州市にやってきました。はい、ちょっとね水の音が聞こえるんですけど、ここはどこでしょうか。ここはですね、はい、菅生の滝というところでございます。ここのマップのここに書いてますね。ごめんなさい、届かないですちょっとお話がございまして、すっごい上手なお姫様がいらっしゃって、こんな話みたいなね、はい、うん、ね姫が来たとわからないように顔を黒塗りにさせていきなさいと、はいはい、言いました、うんうん。まあ、その通り黒塗りにして滝に向かわせた姫なんですが、はい、滝に近づくとその黒塗りの顔っていうのはその滝のしぶきによって素顔に、うん、ああなるほど、はい、はい、で姫に気づいてしまったその白蛇は引きついて滝壺に引きずり込む、でこれ以降素顔の滝と呼ばれるようになりました。これ漢字ちょっとね違うんですけど、まあ多分いろいろあったから、まあ、こういうふうにちょっとね、まあ、東京にも素顔ってありますけどね、あ、まあ、そういう感じにしたんじゃないですかね。その滝に僕らが近く、そうです、近くに行くということですね。もうこの川の音が多分素顔の滝の流れてる音なんじゃないかな。行きましょうか、よろしくお願いします。はい、行きましょう。あ、もうここガードレールないですね本当だバイバイできた、すげえな、なんこれ、うわぶっ倒れてる、木がそうだ、やばい、地面起こししてる。看板、看板ですかね、ここに鳥居あんで、あ、多分あの橋この橋じゃない、あの橋この橋あそこにある橋ここの多分橋じゃないってことはもうちょい、あ、じゃあもうすぐじゃないですか、行こう行こう。これ、あ、お、でも危ない、ちょっとやばいかも、スプリーが古いっすよ。あ、でも街灯あるんですよね、あの辺。あ、確かに、ね、あの辺なんなんやろ、マジってことは、あっち結構上、街灯あるね、あ、明るい、え、あ、え、明るい、え、旅館、いやいや、みんな、え、なんかあるんですよ、これ、あの、ああいうやつか、なんかみんなが集まるようなやつ、東屋、あれ東屋か、そうなんですかね、あ、なんか、あ、便所か、トイレがある、あ、お地蔵様だ、うわちょっとあれですね、あ、しかも強いわ、いろいろいらっしゃいますよ、右から左まですごい守られてますね、そうですね、見られてるな、子供の守るためのお地蔵様ですからね、あ、うわすごい、超見られてる感がやばい、あ、待って、あっちまでいらっしゃる、うわっ、こんな、すごいな、均等にお地蔵さんがずっと並んでるっていう、並んでますね、一応バケタンしときますか、うん、はい、しまーす、お地蔵の数が半端ないっすよ、こんな崩れたわ、ほら、ここが長い、水場っていうのと可能性はあるよ、ありますね、え、明かり高い、あ、やばいね、おー、ね、こんなタイプあるんですね、新しい新しい、まあまあまあ緑なら守られてますからね、うん、うん、わあすごい地蔵の数やな、あそこのなんかあの屋根の裏とかにも全部いる、ありますね、長谷川ここすごい嫌です、本当、はい、でなんか滝に向かって見守ってる感がすごくない、確かに、あそこの上にもなんかあるよね、ありますね、すごいわ、進みますか、王様いますね、これ何も書いてないな、いや初めて見たぞこんな大きいやつ、あ、本当に大きい人が、いや、あれ人じゃないよね、あれめっちゃ怖いんやけど、肩までしか見えなくてちょっと、いやめっちゃ怖くない、あれ怖い、いやなんかもうちょっとただ、うおすげえわ、初めて見ましたねこんな立派な服着た、これサムネ最強でしょ怖すぎやろこれ、もうこれだけでもう多分震えると思うけどね、ちゃんとちゃんとやってるよね、火もろうそくも、水も新しい、これなんかどこかの宗派とかのやつなのかな、信者って書いてます、信者か、なんとか杉信者、なんとか富杉信者って書いてます、おります、いやおかしいわこの量は
なんでこのすっごい怖いな。ちょっと待って、あそこにあったやつあるやん。なんだっけ。うん。うわ、目が。なんかね、すごいわ、ちょっと。初めて見た、この数は。こんなにいっぱいあって。ちょっとびっくりしたね、これは。身体健康お経なんだ。え、一時一石っていうのをお経って漢字がバーって並んでるやつあるじゃん、それの多分一文字一文字としてこのお地蔵様があるんじゃないかな。そういうこと。一時一石経っていうのはかな。だからこんな大量にお地蔵様があるんじゃない。なんか水子の霊の、あ、水子のお地蔵もあるみたいな書いてある。あ、そうなんや、水子か。なんかさ、あそこ渡っちゃいけないよみたいなさ、なんか赤いあれがあるんですよね、ぶっちゃけ。え、嘘。あ、本当だ、入るなっていうのがあるね。じゃあこれはもうそういうことよね。右は行きます、まっすぐは行けるんかい。進みませんか。行こう、とっとと終わらせよう。立派な。これお堂ですか。あ、本当だ。あー、やっと鳥居だ。菅和神社って書いてます。菅和じゃなくてこれ菅和って書いてますね。一説によるとその菅、顔の菅和じゃなくていろんな意味の菅生っていうのがあるらしいんですよ。だから菅生がもじられてどんどん菅生になったんじゃないかっていうのが考えられるかもしれない。何？不気味だけど仕方ない。ゴミを散らさないようにお願いします。タバコを吸ったら捨てなにように。なんでこんな日本語が不自由なんだろうな。子供でしょうか。あれ？多分あれっぽいよね。あ、先そうですね。ついできましたね。ここまでやな。うん、あそこがあれですね、本物ですね。一番上見えます。あの上がガチガチの滝があるわ。しっかりあそこでもまだ。うわ、本当だ。これ華厳の滝ぐらい強いんじゃない？マジで。これは素顔バレますわね。そうですね。ちょっとあれですね、これ以上はちょっと厳しいんで。右から行けるのかな、本当は。ちょっとえぐいな。お写真を撮って終わりますかね。はい、というわけで菅生の滝見てきてましたけども、まあちょっとね、最初獣道に始まり、そうですね、その後いきなりお地蔵さんたちが出てきてだいぶ圧倒されましたね。何かをこう守ってるような。はい、めちゃめちゃ大きいのいましたね。そしてその先ちょっと進んでみたらえげつない滝があったということで、普通に怖かったです。なんか水辺っていうのプラス、お地蔵さん、そして真っ暗っていう、もう人間の恐怖みたいなのが揃っちゃってて、ちょっとね、怖かったですね、ここは。怖い、なんか映ってそうな予感もしますけどね。福岡、僕もあんまこういうとこまで来なかったけど、はい、ちょっとね、いろんなスポットが多すぎて、また来ましょうか。そうですね、ぜひまたね、米旅もあります。そうですね、はいはい、また普通にオカルト部でもまた福岡の方に来ていただいて、行きたいですね。またいろいろお届けしていきますんで、はい、何か映ってたらコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。いや、ちょっとやめてよ、もう許せない。怖いな。
珍しくね、珍しく長谷 D がちょっとあれやからね。いやてかあのボスやばいわ。あれ多分最長老やろ。